昨日、いつ寝た？記憶がない。おはよう。ゆいな、なんか何回も寝てたもん。ん？本当？あ、なんか起こしてもさ、寝るよ。すごいと思う。なんか起こされたら寝れなくなっちゃう。本当？大集合してた覚えはあるよ。なんか みんないた。大集合した。大集合してたよね。なんか動機が。でもその時はゆいななんか寝ぼけてた。寝ぼけてた？本当に？さっき寝言言ってたって言われた。寝言言ってたよ。なんて言ってた？私寝言よく言うんよね。え、なんだっけ、夜も言ってた。なんかうち話しっぺらかと思ったかと思って。えって言ったら、あっと帰ってきた。びっくりした。やば。よくあるんよ、なんか寝言よく言うの。マジでおもろい。そう。え、ゆいなんて部屋割り初デートだもん。え、そうなんよ。初記念、初デート18は寒いよね、マジで寒い。カナウに部屋の温度18にされた。しかも私も風で最中。え、そうなん。なんかめっちゃ寒いけど今普通に車ってやってるもん。ちょっと待って、やばすぎる。全然あ、止まった、あ、止まった幕張待ってるね、今日。よかったら今日は始業式からね、来てほしいよね。え、うん、マジで始業式、本当にお知らせもね、お知らせもあるって公式さんからも発表がされて、待ってます。くら、なんでこの曲かわかんない。そう、18度にされた。あー、ありがとう。うん、そう、18度によくわかんない。あー、眩しい。眩しいね。起きました。おはよう。前髪が決まらないんだけど、グミステップ。いや、私もさ、脳内でグミステップって言ってたんだけど、やめて。あれやばいね。あれやばい。あれやばい。強いわ。おはん。そう、テッシャがしょ、わかんない。なんでだろうね。そう。あ、東京着く。待ってるね。気をつけてきて。18度やばいな。18度、8始業式、あ、そうなんよ。7時台、4年ぶりとかだから始業式は。そう、すごい久しぶり。お、オッケー。はい、どうやって男女部のこれ縦にした状態で。そう、あと13位、あっさんさん。12位、ソリオさん。今日の髪型、え、迷う。9位、大地さん。8位、佐藤さん。7位、まさしさん。6位、ファイターさん。5位、フラペチーノさん。4位、ホーリーさん。3位、オペナピさん。2位、キッチンさん。1位、ダンスさん。え、これ合ってる？え、待って、わかんない。うちさ、縦でさ、配信した時のさ、団長の読み方がわかんなくてさ。誰かなんか、なんかさ、いつもとある場所が違うじゃん。あ、う、あ、ん。ものが、だからなんか合ってるかわかんないけど。ありがとう、1位、ダンスさん。ありがとうございます。今日も楽しみにしてます。すいません。間違えちゃう。皆さん、お話をしましょう。待ってます。ツーショットもじゃんけんもしましょう。今日はめっちゃチョキしかださんよ。マジで。嘘だよ。じゃんけんね。じゃあバイバイ。待ってるみー。泊まったら寝るんでは。え、本当に。そう、カナダと一緒やったんや、今日。あ、そう、今日のお話会はなんかいつもとちょっと雰囲気も違うみたいだから、待ってますよ。時間も長いしね。そう、あ、出会の始業式行ったことあるの。すごすごいな。え、で、今日の髪型は多分まとめたりとかせずに下ろしだと思う。下ろして、下ろして真っ赤何かするんじゃないかな。グミステップついてる。入って着替え。あ、でもハーハーとかも可愛いけど、うん、なんかでもシンプルめな髪型だと思います。そう、カナと、そうなのよ、同じ部屋。私今までなんか2人部屋、これでなるの3回目だけど、1回目はユウナとで、2回目もユウナとで、3回目カナとだった。え、うちさ、いつもさ、誰か違うんだよね。違う、うん、本当。誰となったことある同部屋。なん
か最初は、うん、お話し会の時間割的に、うん、リサ子とかヒータンとかだったのね。あーあーだったんだけど、あそこだわ、その人たちだ。あ私今日かなびっくりになった予想外。え、今回の部屋割りさ、みんな予想外だよね。え、予想外だよね、うん、まあ時間とかもあるからさ、うん、そう初のかなと同部屋、結構時間がギリギリでやばいもう5時とかにスタートしようと思ってたね、こんな時間どうしよう。一回着替えます。はい。でもこちらで着替えてるので大丈夫。はい。50どうしようかな。56とかになったら壇上読もうと思います。そう。なんか結構部屋割りっていうのは普段はなんか年齢が近い子とか。そうと一緒になりやすいみたいだから、先輩方曰く。そうなの、年齢順で言うとね、多分組むことあんまないから。そう、じゃあうちこれからもさ、ゆいなかななのかな。あ、そっか、お話し会の時やね。あ、でも泊まりないか。確かに悲しい悲しいね。また一緒だといいけど、何かしらで。そう、みんな着替え見せろ言うとる、やばいやばいから見せません。そう、そう見せませんよ、かなの着替えはそう、おもろいから本当に。着替え見せたらさ、普通にさ、うん、写真集とかできちゃうよねって思ったよ、なんか。なるほどね、抵抗がなくなっちゃいそう。え、確かに確かに確かに。結構私時間ギリギリ人間じゃね。うん、やばいよね。え、でも大丈夫っしょ。そう、あ、パパッと。でも散らけてないもんね、別に。うん、うちさ、うん、一回さ、1分前とかに家出たことある、うん、本当に。え、1分前になんか起きたの、うん、え、よく起きたね。オールしてたらなんか寝落ちしちゃって、うん、やばい、ただね、あるよ、でもたまに。だからギリギリにして、うん、悪くない。夏休みの宿題もギリの人、うち、うん、それか結構計画的にやる、ギリギリの人。いやー、ほんと私も毎月の課題ギリの人だから。え、めんどくさいもんね。めんどいね。最初はさ、やる気あんのにさ。え、そうなの。だよね、最初は他の子よりもだんだん進んでるタイプだけどだ、気づいたら最終日みたいな。わかる。え、だよね、やばい、同じタイプを見つけた。それだ、やばい。そうそう、ギリギリ多め人間、ギリギリできてる。うちもギリギリ派。そう、今月の課題はちょっとだけやってる。そう、期限過ぎてからやるぜ、やばいそう、今年は頑張って課題を毎月いい点を取れるように頑張ります。むしろやらない、それイチゴそう、あ、56だから17位から読みましょう。17位たけさん、16位でことらさん、15位たかなおさん、14位まくさん、13位ふくさん、12位まっちゃんきゅうさん、11位ももさん、トップ10、10位いけびさん、9位スプマーテさん、8位やおとんさん、7位うえちんさん、6位ラベンダーさん、トップ5、5位よしみさん、4位レグルさん、そしてトップ3、3位たかしさん、2位やましんさん、そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はワンタさんです。ありがとうございます。やばい、めっちゃ時間ギリギリで15分しかできないけど、ありがとう。今日の夜はお家に着くのが遅くなりそうなのでできないと思うけど、また明日以降待ってます。じゃあ今日はこの後はかなと思い頑張ってね、やばい頑張ります。そう、この後は
始業式からよかったら、もし時間が間に合わないよって方はインスタでね見ることができるのでぜひ見てください。お知らせも、超重大お知らせもあるので、そうそう、ぜひ見てください。大事だと思う、今回のは本当にって感じで、じゃあテロップが出次第終わろうと思います。そう、幕張え、よろしくね。多分オンラインも、そうオンラインじゃない、うん、なんだっけ、違う、お話し会もツーショットも当日券があるので待ってます。そう、今日は重大だと思うのでお知らせも待ってます。本当に大事大事。そう、高校留年のお知らせちゃいますそんな公の場で言わないよっていうのは、高校留年します、言いません。グミステップ、グミステップやばい、高校卒業できるよ。あ、そう、じゃんけんもあるので待ってますよ。じゃんけん、私はじゃんけん強いと思うから、そう頑張って勝ってね。そう、6月は言うだけって、そう早すぎるよ発表待ってね。名字が変わる、そんなことありませんわかんない、今日のお知らせ予想まあ楽しみにしててって感じだよね、かなおさん。うん、めっちゃ楽しみ。楽しみやわね、うちらも楽しみだよね、うん、そう感じですね。まあ、まあ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 結構盛り上がりそうだな、盛り上がりそう、時期にあるかなとは思ってたよね、うん、それなね、人生ですねこれも。人生ですね。え、かなってさ、今回会場でさ、生写真の名前のやつ変わる、なんか交換ある、あ、ある、あるよね、あるわ、言っときゃよかったね、ショールームで。忘れてた意外とさ、記念に撮っとこうかなって人もあった。だよね、うん、そうだよね、確かに。名刺もあったよね、そういうこと、あったわ。そう、もしかなの生写真が名前が違うのでね、ちょっとだけ、そう、もしあの交換したい、本当の名前の方にしたいよって方は、今日幕張の会場で交換受け付けてるみたいなので、よかったらまあレアなね、そう、遺伝を取っといてもいいけど、本物の遺伝にぜひ、そう、そうなの、してきてください。おもろい確か幕張であるなって思ってたよね。そう、なんかあるよね、なんかある、そう、今日で交換があるはずなので、そう、ぜひ皆さん行ってください。 X とかであげてもいいかもね、そしたら、ね、そうじゃんね。じゃあってことで、あと1分で私は時間が来るので、結構時間やばめなのですぐに切るんですけども、また今日幕張待ってます。では、ありがとう、テロップ出たら切るね。あれやね、名刺配り一緒だったよね。え、一緒だった。ね、夏は一緒に回ったからね。懐かしい、夏いね、そんな日もあったね。そう、香川神戸組です。うん、あとそろそろ食べてるかな、ま、じゃあ今日幕張待ってます。当日券もおそらくあると思うし、じゃんけんだとか始業式だとか、いろいろ面白いこともあるので待ってます。始業式もし来れない方はインスタライブで見てください。私は時間が結構ギリギリなので、焦って準備をしたいと思います。マイペース人間だけど、さすがに今日は焦っておりますってことで、はい、今日はありがとうございました。はい、幕張待ってます。うん、じゃあテロップ出たので、行ってきまーす。じゃあねー、バイバーイ、待ってるよー終わりまーす。